こんにちは、ピカピカグッズです。今回はこちらのアレン・エドモンズの靴を磨いていきます。型番が2952かな。結構アレン・エドモンズは靴の名前があったはず。ジョイなんかですね。はい、多分字幕が出てると思うんでですね。プレントゥーの靴で、で、なんかいかにもアメリカみたいな靴って感じの印象を受ける靴ですね。結構アレン・エドモンズの靴は、ね、しっかりしてるなっていう雰囲気はいつもあるんでね。うん。で、なんかインソールもちょっとクッション性というか柔らかいの感じのあれも入ってるんでね。うん。今回こちらの靴を磨いていきます。早速やっていきます。というわけで、まずはいつも通りシューキーパーを入れていきます。これわざと結んであるのかな。この靴紐が先っぽ結んである感じになってて、もともとなのかな。いや、なんか違うような気がするな、この感じは。ほどけるかな。結構なんかギュッてなってる。で、今日ちょっとだらしないというかタンクトップの姿で靴磨きをやっていくんですけど、今日雨が結構降ってて、で、朝散歩にね、その足で行ったんですけど、もうびちゃびちゃになって、ちょっと服が乾くまで、この格好で過ごそうかなと思って。散歩は毎日行くんで、よいしょ。そうそう、雨が降っても風が強くても、普通に散歩行くんで、暑くても寒くても、でも毎日の日課だからですね。なんか散歩しないとうずうずしちゃうっていうかね。なんかもう本当それやっとかないと一日の始まりがなんかうまくスタート切れないみたいな、そんな感じで毎日散歩に行ってますね。結構ほどくの大変だな。一応爪でなんとかあれすればほどけるけど、結構やっぱ硬い。ほどいて、伸ばしてあげて、なんか長さがもうすでに合ってない。一旦合わせようかな、少し。合わせよう。で、靴ひも中にしまい込んで、これ木のシューキーパー入れて、よし、で、あっ、出てきました。
よし、きれい、ほどけた。こっちは長さ合ってる。締めて、靴紐を中にしまい込んで、んで、うまげブラシでブラッシングしていきます。汚れをこう払うって感じなんで、ブタギブラシみたいにこうってガーって磨くんじゃないんで、こうさっとこう押し出すっていうかね、吐く感じで中に詰まったホコリとか砂とか汚れを吐き出していってます。反対側も同じ感じで、クリーナーで汚れ落としていきます。結構多分汚れてそうな気がする。すごいなんかしっとりした皮っていうか、すごいなんか水分持っていかれる感じがある。反対側も同じ感じに。
で、次がクリームを入れていきます。色がブラウンかなと思うんで、ブラウン、マロンブラウンを入れていこうかなと思います。ちょっと濃いかもしれないけど、かといってライトブラウンじゃちょっと明るすぎな感じがあるんで、あと、ね、マロンブラウンぐらいがちょうどいいかなって感じなんで、こっちで。すごいなんか入っていく感じがするな。皮質がすごいなんかもっちりしてるっていうかね、しっとりしてるっていうか、そんな感じですごい入っていく感じがする。多分これ磨いたらめっちゃピカピカになるやつ。なんかエルメスの皮もこんな感じの皮あったな。ベースにはつけないように気をつけながら、今年に入って新しいことをちょっとずつやろうと思って、で今年に入ってから美術館に行ってみたり花を見に行ったりとかをするようになりました。結構それが面白くて、もう本当ね、花見に行くとか美術館に行くとか全く興味なかったんですけど、行ってみたらやっぱり意外と面白くてね、結構なんだろう、ね、特別展とかもあったりしてね、なんかそういうのを見るのも面白いし、常設、まあ、なんかいつでもあるっていうか、特別展とはまた別で、その大体いつも同じ作品が置いてある方のとこでも何ヶ月かしたらまたなんかこう作品が入れ替わってたりして違うものが見れたりするんでね、結構また面白いなってそれが思って、まあ、花はね四季によってやっぱね違うんで、今だったら6月なんで紫陽花とかやっぱ綺麗だし、ね、あと花、まあ、花か花で花手水、神社の手洗うとこっていうか、ね、清めるとこっていうか、あそこに花をこう生けるっていうか、そういうものがあるんですけど、あれもすごい綺麗で時々見に行ったりするんですけど、ね、昔はそんなことね全然思ったことなかったのに、なんかもう年なのかなって思って、私はなんか博物館とかよく連れて行って博物館とかによく連れて行ってもらってたりはしたんですけど、ね、もう大きくなってからっていうかあんまり行かなくなって、で、ね、最近なんかそういうのなんか美術館とかと同じでちょこちょこ行くようになったりして、
回こう歴史を見るっていうか作品を見るのってすごい面白いんだなって思って、なんかなんていうんですかね、行った時はあふーみたいな感じで終わるんですけど、結構けどなんかこう後々になったらやっぱじわじわこう、あれなんかあれやっぱ良かったなみたいな感じになるんですよね。もちろんその時になる作品とかもあったりするんですけど、割となんか後からこう効能があるっていうかね、なんかちょっと人と話す時とかにもなんか表現力がちょっと豊かになったなって実感する場面もあったりしたんでね、美術館とか博物館とかそんな高いもんじゃないからですね。まあ、特別展とか入ろうと思ったらちょっと値が張ったりする時もあったりするんですけど、まあでもそれともねすごいなんかデザイナーっていうかイラストレーターの方とか、ね、作品がその価格で見られるんだったら全然安いよねって思うようになりました。美術館の常設展とかだったら、福岡の場合だったら200円とかで見れるからですね。そんなね、高いもんじゃないから。福岡なんか新しい美術館ができるのかな？あと4年後？ 2 年後？だったか忘れたんですけど。ね。みたいなんで、またそれも楽しみだなって思って。福岡にずっと住んでますね。もうあんまりなんかね上京したいみたいなのがなくて、やっぱ福岡飯が絶対的に美味しいんですよね。あんま外れがないしで、うん、大体どこ行っても美味しいから、なんかやっぱ福岡はいいなと思って、物価も安いし。あんまりね、県外に出ようと思ったことがないですもんね。適度な田舎感もあるっていうかね、まあ、住みやすい街ランキングで世界的に見ても福岡市かなは結構高いですもんね。日本で一番住みやすい街ランキングみたいなそんな感じじゃなかったっけな、福岡市がね。はい、ブラッシングしていきます、磨いていきます。仕上がってる感じの、うん、うん、結構綺麗になったね。だいぶ艶が出た。やっぱこういう顔すごいなんか艶が出やすいんですよね。よし、反対側も同じよ。なんかしっとりしてる顔ってすごいこうね、綺麗になりやすいっていうか、
こんな感じでかなりツヤが出たんじゃないかな。ね。で、グローブで余分なクリームだったり、ブラシでついた線の筋みたいなのを消していきます。うまくやってたりしたら、別にこの工程なくてもいいっちゃいいんですけどね。やっぱりなんかこう若干白っぽく見えたりする時とかがあったりするんでね。この工程っていうか、まあ布でもいいんですけど、一応余分なクリームを取る作業みたいなことはやっておいた方がいいかなとは思います。そんなにね、気になるものでもないとは思うんですけどね。よほどクリームベターってつけすぎとかじゃなければ。うん、いい感じかな。はい、ここまでやりましたよと。はい、まあね、普通の靴磨き一般の方だったらここで多分十分いいと思うんでね、これだけしとけば、ね、皮にも栄養が入ったりもするし、ね、汚れとかも落とせるんで、ね、まあ、ここまでしっかりやっとけばいいけど、もうちょっと綺麗にしたいという方は、ここから表面磨きをするのがいいかなって感じで、僕は今からこのまま表面磨きをやっていきます。で、今回は、色があれなんで、まあ、大体ブラウン系かニュートラル系かになるんですけど、結構明るい系のブラウンかなって僕は思うんで、今回ニュートラルで表面磨きをやっていきます。ブラウン系は本当に色が難しいんでね。やっぱ肩が最近でかくなってるんですよ。顔は結構ちっちゃいって言われるんで、肩とその顔の幅が同じぐらいなんですよね。そんなことはよくて、表面磨きをやっていきます。で、まあ、まずはワックスを乗せていきます。まずは、ね、端っこのこの横のライン1本バッて入れて、反対側も同じように入れて開けて、で今回ヒールがこう、ここにこう皮がついてるとかパッチがついてるとかね、こういうタイプなんで、もうこのパッチの部分だけしっかりこう鏡面っていうかワックスを乗せていくって感じでやっていきます。うん、結構このパッチっていうか、ね、ここのパーツがない部分のね、革靴とかも結構あるんですけど、まあ、そういう場合だったらもう、まあ割とこういう形に沿っていつも表面磨きとかワックスもしていくんですけど、もうある時はもうこのままこの上に乗っけていくって感じでね、やっていってます。結構リーガルとかだったらこう、なんていうんですかね、こう丸っこくなってるパッチっていうかね、そういうものもあると思うんですけど、もうそういう時はもうそのこういう形に沿って全部ワックスいつも乗っけていってます。まあ好みの問題なんでね、まあ、ヒール側はやんないよって言う人もいるだろうし、
僕はこういう時は、まあ、僕はヒールもこのサイドラインも入れない人は入れないだろうしね。だけど僕はもう全部こういう感じでいつもやっていってます。まあ物によるんですけどね、なんかヒールはね、まあスウェードになってる靴はまずできないだろうし、なんか特殊な加工とかをねヒール側してやったりとかしたら、まあやんない時とかもあるんですけど、まあこういう一般的な革靴系だったら結構ヒールもトゥーもやるっていうかね。ああそうだ、レディースの靴とかは結構ヒールやらないことが多いかもしれない。なんでだっけな、なんか結構ヒールがなんか柔らかいことが多いんかな。で、ね、芯が入ってないからやんないことが多いような気がするな。これすごいね、ワックスがすごい乗っかりやすい。で、まあ、トゥーはシワが入ってるとこのラインのところで1本入れてあげて、よっと、こんな感じでね、ちょっと斜めってるかな、ちょっと斜めってるね、もうちょっと突っ込んであげて、まあ、これで一応ここまでですよっていうのを作ってあげて乗せていく。めちゃくちゃ乗りやすいんで3回でいいかな。だいたいいつも4回こうワックス乗せていくんですけど、今回は3回でいいかもしれない。すごい乗っかりやすい。うん、あ、このままやってももう布でここから磨いてやっても綺麗になりそうなぐらいのレベルはあるけどな。うん、こんな感じ。でもこんな感じで、これをひたすら繰り返していきます。結構アレン・エドモンズの靴はオールデンと見間違いやすいんですよね。なんか形がすごい似てるっていうかね、アメリカ系の靴なんでどうしても見やすいんでしょうけどね、すごい時々こう、あ、これオールデンだと思って見てたら、お、アレン・エドモンズだったみたいなこと結構あるんでね、まあ、アレン・エドモンズの方がちょっとお安いイメージがあるんでね、まあ、物によりけんでしょうけど、いい靴なんでね、どっちも。オールデンも、レイドモンズも。ね、どっちも好き。モンズもコードバンの靴とか出してるクラスね。コードバン鏡面磨きするって方も結構いらっしゃると思うんですけど、僕しないんですよね。コードバンの場合だったらなんかもう全体的にやっぱ光沢すごいからですね、なんかやってもあれだなっていつも思うんですよね。ラインを1本入れてあげる。
はい、これで1回目が終わりです。いやで、2回目はサイドラインなしでヒールとトゥーだけやっていきます。厚塗りする感じで気持ちやっていきます。これかなりこうワックスほんと乗っかりやすいんで、ちょい厚めに塗っても綺麗にきそうだな。表面磨きしたときそのワックスを落とす工程でワックスを塗るとかいうね工程とかもあったりするからですね。なんかね、表面磨きもできるけどワックスを落とす手段でもあったりするからですね。あんまこうゴシゴシやりすぎると落ちちゃうから、そこら辺は加減気をつけながらやっていってます。まあね、ちゃんとワックス落とすクリーナーみたいなのもあるんでね、それ使うのがベストっちゃベストなんですけど、ないときはもうワックスを一回塗ってゴシゴシゴシって落としていくみたいな、ね、工程もあったりするんでね。こう持ってて思うんですけど、すごいソールのクッション性がある、なんかムニュってなるっていうかね、すごい歩きやすいんやろうな。いいですね。なんかメダリオンとかがあったらやっぱりこうかっこいいっちゃかっこいいんですけど、表面磨きするときそこの穴に入り込んじゃうから、すごいなんかちょっと手間っていうかね、気をつけないといけないから面倒だなと思うことがあるんですけど、ね、やっぱこう装飾性が何もなかったらすごく楽っていうかね、あんま気使わずにできるのがいいとこですもん、ありますよね。なんかうまく乗ってないな。こっちの面は結構乗ってるのに。結構いろいろやり方ありますもんね。なんかもうこうやって、まあ、1回目2回目はこうやってくるくるくるってして乗っけていくんですけど、ね、もう2、3回目になるとこうポン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 って乗っける人とかもいるからですね。
僕はでもこうやっていつもくるくるくるって感じで何か乗っけていってます。なんかポンポンポンってした時ってこうなんか磨いた時にムラができたりすることとかあるんですよね。なんで結構くる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 した方が僕はいいなと思ってます。まあでもくるくるしてもねたまにムラが残ったりする時もあるんですけどね。いい感じに乗ってる。オッケー。もう一回乗っけた方がいいかな、どうだろう。でもなんかすごいもう乗っかってるイメージあるっていう感覚あるからな。なくていいような気がするけど、よし、OK です。そしたら、お水を用意して、今度は布で磨いていきます。前回ね、T シャツの切れ端であったのと、寝る生地であったのと、2つこう、比べてるっていうか、途中で比べてるやつがあるんでね。で、やっぱりね、寝る生地みたいに柔らかい生地であった方が、綺麗になりやすいからですね。今回も寝る生地でやっていきます。1回目はこんな感じ。だいぶもう光沢が出てきてる感じなんですけど、とりあえず1回目はこんな感じで、
反対側も同じようにやっていきます。反対側はこんな感じ。これをあと2回か次で終わりか状況を見ながら判断していきます。良さそうなんで、このまま仕上げっていうか3回目なしでいこうかなと思います。多分綺麗にいくはず、このままいったら。
ヒール側、こんな感じ。ね、いい感じに仕上がってるかな。ヒール側も同じようにやっていきます。いいんじゃない？これを反対側も同じようにやります。
んな感じ。そうそう、なんだっけ、こう水をこうつく、水をこうつけた時にこうなんかこうクシュクシュクシュってこうね、霧吹きじゃないですけど、なんですけどあれ名前が忘れたんですけど、あれも持ってはいるんですけど、持ってはいるけど使いにくいんですよね。すごいなんか水の量の調整が難しくて、なんか指先でちょんちょんとした方がやりやすいんで、僕はこうやってペットボトルのキャップに入れてよくやってたりしますね。あれ、水の量が出すぎるからっすね。僕あんま好きじゃないんですよね。邪魔だし、うん、場所取るから嫌なんですよね、あれ。邪魔だし、水の量なんかうまく調整できないし、出てこないし水、ね、よく最初っていうか、ね、水入れ替えた時とかなかなか出てこないとか結構あるからですね。うん、いい感じ。冬はこんな感じ。ガリカで最後に水溶きをやっていきます。水濡らしただけでこうやって研いでいくっていうね。
反対側も。OK です。はい、こんな感じで、もう境目がしっかり分かるぐらい表面磨きしています。はい。こんな感じ。ね、めちゃくちゃ綺麗になりました。やっぱワックスが乗りやすい靴だったっていうのもあるんで、すごいこうやりやすかったです。とりあえずこれで靴磨きは完了です。はい、というわけで磨いたのがこんな感じですね。だいぶもうね、最初あったスレとかもなくなってて、かなり綺麗な状態までなったんじゃないかなと思います。
ヒール側のね表面もすごいピカピカになってるんでね、まあ、若干ねどうだろう、この辺とかの傷が残ってたり、まあもともとこうもうえぐれてるっていうかそういう傷なんでね、この辺とかもね、この辺とか、まあ、こういうのはどうしても埋めたりしてそこからね色をまた乗せるっていうかそういう作業とかもしないといけないんで、そこまではさすがに今回はやってないんですけどね、指がこうやって反射するぐらい綺麗に磨けてます。はい、というわけで今回はこちらのアレン・エドモンズの靴を磨いていきました。もともとあった擦り傷とかもねほとんど隠したんじゃないかなって思います。やっぱりねしっかりしたブランドなんでね、レザーの質だったりも良かったりするんでね、よかったら、ね、アレン・エドモンズの靴もチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。